皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。この動画ではアクアポニクスの栽培方式であるディープウォーターカルチャーとニュートリエントフィルムテクニックについて解説していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。まず DWC について、次に NFT について、最後に DWC と NFT のメリットデメリットについてです。それではまずディープウォーターカルチャーについて解説していきます。ディープウォーターカルチャー、略して DWC は商業的な農場で最もよく利用される栽培方式です。 DWC は水を張った栽培槽に発泡スチロールなどのいかだを浮かべて、そこに野菜を植えて育てます。メディアベッドの栽培方式と違い、 DWC の栽培槽には魚の糞を分解し栄養に変換するためのろ過機能がないため、水槽と栽培槽の間に物理フィルターと生物フィルターを設置します。水は高低差を利用して循環させます。この図の場合、魚の水槽から順に物理フィルター、生物フィルター、栽培槽へと水が流れ、栽培槽から水槽へ水を戻す際にはポンプを利用して水を送ります。 DWC の栽培槽はこの図のような構造になっています。 DWC では20センチから30センチほどの深さの栽培槽に防水シートなど水を通さない素材を用いて水を張り、いかだを浮かべて野菜を植えます。野菜を植えるいかだはラフトと呼びます。ラフトは直接水に浮かべて使用するため、素材には発泡スチロールを利用することが一般的です。栽培槽の中にはエアレーションの設備を設置します。小規模な設備ではあまり問題にはなりませんが、規模が大きくなると溶液の溶存酸素濃度が低下し、植物の育成に影響を与えてしまうためです。この写真は実際の DWC の写真です。このように DWC では一つの栽培槽で多くの野菜を育てることが可能です。またこの写真は商業農場であるため葉物の野菜しか育てていませんが、 DWC ではトマトやナスなど実をつける野菜も育てることが可能です。では続いてニュートリエントフィルムテクニックについて説明していきます。ニュートリエントフィルムテクニック、略して NFT は商業的な農場でよく利用されている栽培方法です。 NFT の栽培方法はわずかに勾配をつけた栽培槽の上の方から溶液を流し、そこに野菜を植えます。設備の構成は NFT も DWC と栽培槽以外は同じような構成です。NFT の栽培槽にもろ過機能がないため、物理フィルターと生物フィルターを設置する必要があります。 NFT の栽培槽はこの図のようになっています。わずかに勾配をつけたパイプなどの容器の中に薄く溶液を流し、そこに野菜を植えます。溶液を薄く流すことで野菜の根が空気に直接触れるため、根への酸素供給が十分に行われるようになります。DWC では根への酸素供給をエアレーションで行っていましたが、 NFT ではその必要がないことが特徴と言えます。これは実際の NFT を利用した農場の写真です。ここでは NFT 用の栽培槽を利用していますが、 DIY をする場合にはホームセンターなどで販売している塩ビパイプで代替することも可能です。また筒状の栽培槽である必要もなく、同じような構造を作ることができれば、DWC のように幅の広い栽培槽でも NFT で栽培することができます。ではここからは DWC の栽培方式のメリットを紹介していきます。メリットは次の通りです。1つ目、水質が安定しやすいです。 DWC では魚の水槽に加えて栽培槽が多くの水を蓄えます。栽培設備全体の水量が大きくなるため、
水質の変化がしにくく安定しやすいと言えます。2つ目、根が十分に生育できるスペースがある。 DWC の栽培層は20センチから30センチほどの水深があるため、根を大きく伸ばす植物も栽培が可能です。長期間栽培する作物に向いているとも言えます。また商業農場では基本的に葉物野菜を栽培しますが、トマトやナスなど実をつける野菜も DWC では栽培が可能です。3つ目、ポンプの故障に強いです。アクアポニックスが稼働するために必要な機材は水を循環させるポンプとエアレーションです。このうち壊れやすいのはポンプですが、 DWC はたとえポンプが壊れて水の循環が止まっても栽培槽に水を蓄えておくことができるため、野菜が枯れる心配がありません。以上が DWC のメリットです。続いて DWC のデメリットについて紹介していきます。 DWC のデメリットは次のようなものが挙げられます。1つ目、温度管理にエネルギーが必要です。 DWC の場合、魚の水槽だけでなく栽培槽にも大量の水を使用するため、水温を維持するためには多くのエネルギーが必要になります。2つ目、魚の水槽だけでなく栽培槽にもエアレーションが必要になります。3つ目、餌の投入量が多くなります。水を大量に使用することから、一定の水質を得るためには NFT などと比べると多くの餌が必要になります。4つ目、栽培槽の水が流出すると大量の水を失うことになります。DWC の栽培槽の水量は大規模な設備では魚の水槽よりも大きくなり、もし水漏れなどがあると多くの水が流出することになります。以上が DWC のデメリットです。では次に NFT のメリットについて紹介していきます。 NFT のメリットは次の通りです。1つ目、水の使用量が少ないです。NFT はメディアベットや DWC に比べ栽培槽に流す水の量が少ないことから、栽培設備全体の水量が少なくなります。2つ目、軽量で高設化しやすいです。 NFT の栽培槽はメディアも使わないですし、水量も少ないため軽量です。そのため作業しやすい高さに栽培槽を構築することができます。3つ目、パイプなどで DIY しやすいです。先ほども説明しましたが、 NFT の栽培槽にはホームセンターなどで販売されている塩ビパイプが使用できます。また水道用の塩ビパイプは水漏れもしにくく安価であるため DIY に向いています。ご自身で作りやすいのも NFT の特徴です。4つ目、エネルギーの消費量が少ないです。水の使用量が少なくなるため、 NFT では水温維持に必要なエネルギーが少なくなります。以上が NFT のメリットです。では最後に NFT のデメリットについて紹介していきます。 NFT のデメリットは次のようなものが挙げられます。1つ目、水の循環が止まると野菜が枯れやすいです。 NFT は常に水が流れ続け、水を蓄える仕組みではないため、ポンプの故障や配管の詰まりで水の循環が止まってしまうと、特に夏場では野菜が枯れやすくなってしまいます。2つ目、根が大きく育つ野菜には向きません。 DWC と違い NFT では根が伸びるためのスペースがあまりありません。そのため根を大きく伸ばす作物や栽培期間の長い作物は向いていません。3つ目、屋外に設置するには向かないです。栽培槽が軽量であるため強い風に弱く、屋外の設置には向いてないことがあります。もし屋外に設置する場合にはしっかり固定する必要があります。以上が NFT のデメリットです。では最後に今回のまとめです。1つ目、 DWC と NFT は大規模なアクアポニクスに向いています。2つ目、DWC と NFT にはそれぞれメリットとデメリットがあります。3つ目、 DWC と NFT はどちらか一方だけでなく両方組み合わせて利用することも可能です。
これで DWC と NFT に関する説明は終わりです。別の動画ではメディアベッドの栽培方式についても紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってください。今回の動画に関する質問や動画のリクエストについてはぜひコメント欄に記入してください。また今回の動画が参考になった、役に立ったと思ったらいいねをよろしくお願いします。今後もこのチャンネルではアクアポニクスに関する情報やアクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。今回もご視聴ありがとうございました。